いや、俺とメイトたちの力だ。メイトの力？そうだ。俺は最初、自分一人でお前を探すつもりだった。だが、そこに現れたのが石田直樹だ。うん？石田は俺とファイトし、お前の記憶を取り戻し、メイトとなってくれた。そして次々と俺の周りには、メイトが増えていった。トクラ、ミワ、そしてカムイ。トクラたちは今ここにはいない。だがアイチ、誰もがお前に対する熱い思いを抱いていた。お前に会いたい。お前の記憶を失いたくない。そんな思いから、カトルナイツとの厳しい戦いに身を投じてくれたんだ。そして、お前もメイトだ、アイチ。アイチ。よくわかった。だけどカイ君、それは無駄だよ。僕もやっと理解できたよ。どうしてカイ君がここまで来れたのか。メイトの力か。でも、どんなにメイトを思う心が強くても、解決できないものがある。今、それを見せてあげるよ。アイチ。正義に燃えた騎士の心さえもが凍りつく絶対零度の世界、絶望と闇と死の支配する世界を束ねる無常の魂、立ち上がれ僕の武神ブラスター・ジョーカー。ブラスター・ジョーカー。驚くのはまだ早いよ。チークメイト！永遠に続く旅路を、試練の日々を、常に共にしようとした人よ。我が傍らで剣を持て！絶望の世界に並び立て、エギオン！そしてコール。カイ君、君を支えてきたメイトの力も僕たちには届かない。メイトに世界を変える力はない。今それを教えてあげる。レギオンスキル発動。全ての熱量が死に絶えた宇宙の果て、希望さえも凍りつく絶対零度の呪縛、アブソリュートロック。アブソリュートロック、ロック、ロック、ロック。バカな、全部のリアガードが一瞬でロックだと。そしてアブソリュートブレイク。ネオフレーム退却。アブソリュートロック、そしてアブソリュートブレイク。これがアイチのブラスタージョーカーの力か。